はい、痩せるポイント3つあります。もうこのレシピですね、メインはオートミール使うんですよね。ぜひ楽しみにしてくださいね。まず1つ目、腸内環境が整って痩せ体質になるから。2つ目、栄養価が高いイコール痩せホルモンを作る材料ができて痩せることができるから。そして3つ目、脂肪の吸収を抑えてくれる食材を使ったおやつだからになるんです。はい、では2つ目の項目です。何をということで、今回このおやつを作るために必要な材料が持つそれぞれの痩せ効果についてお伝えしていきます。メインはね、グラノーラなのでオートミールなんですよね。オートミール、まあ、オーツ麦のことですけれども、腸内環境が整って食物繊維も豊富、また低 GI 食品なので血糖値の急上昇、太るもとをまあ抑えてくれるということ、そしてタンパク質も豊富ですし、なんといってもビタミン、ミネラル、要するに栄養価が高いんですよね。ですからおやつとして食べてても、そこでしっかりと栄養も取れてしまうということですよね。そして白米よりも低カロリーですから、やはりこの今からお伝えするレシピをご飯の一部として召し上がっていただいてももちろん OK なんです。はい、そして今回甘味料は蜂蜜を使います。いろいろね、やはりその低カロリーでカロリーオフででも甘いみたいな甘味料ありますけれども、私はお勧めしていません。なぜなら甘いのにカロリーがないっていうことは、どんどんね、脳がね、あ、これおかしいなって思って、あなたにどんどんね命令するんですよ。もっと甘いもの食べろって言うんですよ。なのであなたは甘いものがやめられない、止まらない、その悪循環になってしまうのが、まあ、要は人工甘味料なんですよね。ではなくて、私は適量であればやっぱり蜂蜜はね、なんといってもダイエット効果が高いんですよ。脂肪燃焼効果もありますし、腸内環境を整えてくれるオリゴ糖も入ってますし、脂肪燃焼効果をさらにアップさせてくれるポリフェノールも入ってますし、またビタミン、ミネラル、栄養価も高いのが蜂蜜ですから、安心してね、適量であれば召し上がっていただきたいなと思います。はい、そして今回使いますのはミックスベリーなんですけども、ミックスベリーはベリー系の果物って普通の果物と比べまして糖質、まあ、太るもとが低いんですよね。例えばブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー、ブラックベリーなどなど、ベリーってつくものはおすすめです。はい、では3つ目の項目です。どのように作ればよいんでしょうかということで、今回この項目では材料と作り方、そして私が実際に作っている実演の動画もご準備しておりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。ではまず材料です。オートミールを使ったフルーツバー、まあ、グラノーラのねバーになります。材料はですね、今回ちょっと作りやすい量ということでさせていただきました。オートミール、これクイックオーツタイプですね。要は麦のそのままの大きさではなくて、こう砕かれたものですよね、を使ってください。 80g です。あと卵が1個、あと今回私は冷凍のミックスベリーを使いました。 50g、 あとは天然の 100% の無添加の蜂蜜が大さじ2、あと重曹はベーキングパウダーの代わりに私は重曹を使うようにしています。よりね、添加物をあんまり使いたくないので重曹の方にしました。小さじ1準備してください。はい、ではここから作り方についてお話しします。2つ目です。ボウルに割ったですね、卵と蜂蜜を入れてよく混ぜましょう。そしてその状態からプラスオートミールの重曹をさらに追加してよく混ぜてください。そして最後にミックスベリーを入れてください。ここまで大丈夫でしょうか。そうしましたら、あとはですね、オーブンを使って焼いていくんですけれども、今できたその材料、しっかり混ぜ終わったものに、その天板にですね、クッキングシートを敷いて、まあ、大体まあ4ミリぐらい、3、4ミリぐらいの厚さにこう伸ばしていただいて、5番目、170度に予熱しておいたオーブンで、170度でですね、オーブンで約15分焼いてみてください。もうこの辺りはおそらくお好みはあると思うので、様子見ながらね、ちょっともう少し焼いた方がいいかなとか、もういいなとかあると思いますので、オーブンの機種によっても違うかもしれませんから、ポイントは170度で15分を目安にしてくださいねということです。あと6つ目です。冷ましたら切り分けていただいて、まあ、お好みのね大きさに切り分けていただいて召し上がってください。はい、それではここから実演動画ご覧ください。どうぞ。
さあいかがだったでしょうか。今回は痩せる効果の高いオートミールを使ったグラノーラのバー、フルーツバーをお伝えしました。もう材料は全部腸活メニューで無添加ですし、もちろんね食べ過ぎてしまってはカロリーオーバーでいけませんけれども、適度召し上がっていただいたり、またおやつということでお伝えしましたが、間食として召し上がらずに、あのお食事のね、あの同じ時間の一部として召し上がってくださいますと、より太りにくくなります。間食してしまうとやっぱり太りやすくなってしまいますから、食べるタイミングも気をつけてあげてくださいね。